さあ、ということで第8章です。助かった、はあ、私まだ胸がドキドキしているわ。同じく。非常用発電機の起動音と初めの振動はなかなか心臓に悪い。何やら巨大生物でも迫っているかのような振動だったぞ。まあさすがにあれはびっくりするわな。なんだよなんだよ、みんな情けねえなと言いたいとこだけど、あれは二度とごめんだな。装置の動きが安定してきて揺れが収まってきた時の生き延びれるかも感は心にキュンキュンきたけどな。いや、私もあんな体験は一生に一回で十分だわ。あ、ん？キョカ、どうしたん？いや、ね、ちょっと揺れが収まってきたところで、みんなしてエレベーターに飛び乗って地下室を脱出したけどさ、あんなに揺れてたのにエレベーターなんかに乗っちゃってよく無事だったなって思ったの。言われてみれば。今になっておかんが。京香さんの言う通りだ。必死だったとはいえ、なんて危ない橋を渡ってしまったのだ。ああ、やばい。これはやばい。私今、戦慄が走るってやつ経験してるわ。ごめんね、変な爆弾投げ込んじゃって。いいのよ、京香。こうして無事に戻ってこられたのだから。和美だっておおらかに構えて。気絶してる？あ、揺れは？エレベーターは？揺れのせいでついにワイヤーが切れて。平気よ、かずみ。ほら、よしよし、よしよし。ああ、柔らかい、あったかい、癒されるはあ。いそな、ありがとな。一番情けないのはうちじゃんかよ。どういたしまして。でも、かずみ、そんなことを考えたら恐怖を感じて当然だと思うわ。ああ、それも怖いんだけど、うちはもう一つ別の要素を考えちゃったんだよ。別の要素とは？え、まだ他にあるの？地球から人類がいなくなって結構経ってるとして、いっそエレベーターごとバラバラになるんじゃないかって。そろそろ話してもいいんじゃないかな。これからのこととか、どうだろう、みんな。そうね、日記のこと、いつかは話さなくてはいけないものね。仕方あるまい。心の準備をする時間は取らせてもらったわけだしな。よし、しようぜ日記の話。今こそ現実を直視するときなんてね、みんな。ということで、日記の話になりそうですかね。冷凍睡眠、人類という種としての性、未来への希望、それから最後、この子を残して私たち人類のすべてはこの星から去らなければならない。はあ、すごいよね。何度聞いても SF アニメか何かみたいなんだもん。でも私たちが置かれている状況を考えると不思議と辻褄が合ってしまう。そういう話だったわね。秋葉原が廃墟になっていた理由も、私たち以外に全く人影が見えない理由も、
私たちは育児日記の子と同じく、そのウイルス感染によって治療のために地球に取り残された。日記の記述が真実だとするならば、そういうことになるな。あくまで日記が真実だとするならば。だが、いや、降って湧いた情報が大きすぎて処理しきれないって。私の脳内 CPU の使用率が 400% 突破してるよ。ん？でもさ、ってことは私たち人類の希望なんじゃない？それはちょっと誇らしげかもな。ったく、いきなり人類がどうとかデカすぎる主語言われてもな。言われるこっちの身にもなってくれってもんだ。京花、日記見せてくれるか？あ、うん、はい。確かに書いてあるんだよな。この子を残して私たち人類のすべてはこの星から去らなければならないってさ。そもそもどうなんだ？本当に地球の人類が全員どっかへ行っちまうなんてことできるもんなのか？できなくはないと思う。ゆうゆう、マジか？いや、あくまで絶対に不可能とは言い切れないっていうだけの話だ。地球を去るということは地中に潜って逃げ延びるという意味ではないだろう。つまり全人類はロケットで宇宙の遥か彼方へ避難したのだ。だからあくまで可能性の話をしたのだ。自分で言っていて恥ずかしくなってくるではないか。それほどまでに荒唐無稽なことが書かれてあるのだ、その日記帳には。ロケットに宇宙ね。日記の信憑性からして怪しく感じてきちゃうよね。実際ボロボロ泣きながらすっごく思いを込めて書いたのは本当だって思うけどさ。そもそもといえば、私たちって何なのかしら。だってそうでしょ、あの日記の記述を信じるなら私たちは人類の生き残り。ウイルスに対抗するために地球で冷凍睡眠させられてたのよね。まあそういうことになりますよね。なね、そういうことになるとね思う。京花、エリナ、最初にホテルで目を覚ました時、私たちどんな状況だったか覚えてる？私たちは秋葉に旅行に来てて、なぜか秋葉が廃墟になってたね。でもあれ、あの時ってそんなこと気にしなかったような。全然気にしてなかったですよね。なんか見てる景色違うんじゃないかってぐらいには気にしてなかったですよね。そうなの、そこなのよ。私たちが本当に地球に残された人類なら、そんな大事なことをどうして忘れてしまってるの？記憶に蓋がされてる。京花さん、ねえ、思い出そうとしてるのは家族のこととか家のこととか他の友達のこととかご近所さんのこととか、うん、私にはおばあちゃんがいて、それから他の家族は、家は、他の友達、学校の、
ご近所さんは、全然思い出せないよ。どれもこれもぼんやりしてて、掴もうとしても逃げていっちゃう。なのに、まあ仕方ないのかなって思っちゃう私がいるの。みんなは？ダメだわ。残念。私も、エリナ様と同じく。おかしいな。うちも。あれ？ねえ。もうやだ。こんな時に。そうか。思えばこれまで、時間に関わらず、不意に眠気が襲ってきたことは何度かあったな。あれが偶然ではなく、私たちに植え付けられた機能だったとすれば。でもさ、そんなこと、現代の技術じゃ。あ。そうだ。現代の技術では、とてもできないはずのことが、実際問題、私たちの体に起きている。いや、現代の技術ではとてもできないはずの処置だと、私たちが思い込んでいると言った方が正しいかもしれない。その方向性から考えると、あの日記の記述はある程度の信憑性を帯びてくるとは思わないか。冷凍睡眠していた私たちが長い時を経て秋葉原で目覚めた。その荒唐無稽な話が紛れもない真実だと。よっしゃ、だったらやるしかないじゃん。困った時は行動あるのみ。今回だって確かめてみりゃいいじゃん。私たちの記憶を、私たち自身を取り戻すためにだね。おう。ちょっと展開によっては怖いかもしれないけど、ただ大きく進んでいきそうな、そんな感じがしますね。よし、ではお外に出ますか。ことよ。すげえ、なんじゃこりゃ。もしかして地下の発電機を動かしたから。おお、だとしたら強化のファインプレーじゃん。おそらく非常電源の影響だろうな。驚いた。復旧するにしても UBX の電源だけかと思っていたが。よってことはさ、今まで電気が落ちてた建物に行ってみた方がいいんじゃない。まあそういうことになりますよね。カードキーね。イサちゃん反応早っ。そうそう、今はとにかく情報が必要だし、いろいろ探索してみるべきだと思うよ。情報収集は大切だが、もう少し具体的に方針を立てておいた方がいいと思う。私たちがやるべきことは、一つ、記憶を取り戻す手段を見つけること。二つ、秋葉原の外とコンタクトを取る手段を探すこと。三つ、必要とあらば、秋葉原の外に出る手段を模索すること。こんなところだと思うのだが、どうだろう？うん、いいと思う。でも、どうして秋葉の外とコンタクトを取ったり、秋葉の外に出なくちゃいけないの？ひらめいた。ゆゆちゃん、ラジオじゃね。エリナ様、よくわかったな。
どうしてもラジオのノイズが気になっているのだ。チューニングをしたら揺らぎがあったのよね。そういや言ってたな。なんかの電波を拾えるかもしれないって。何かの電波？あ、そっか、私たちと同じように冷凍睡眠させられてた人がいるかもしれないってこと？ご名答。この状況は言ってみれば遭難だ。遭難した人間は救難信号を出すだろう。こう無線機のようなものを使って。先日は漠然とラジオのノイズを拾っていたが、日記の内容を真実だと考えた以上、今は状況が違う。私たちのような人間が他にもいれば何よりの情報源になるだろう。そうなると最優先で見つけなきゃいけないのはラジオの部品か。もっとこうすげえ感じに改造できるようなやつ。この間はアンテナが必要だって言っていたわね。んじゃ、アンテナ探しレッツゴー。そっかそっか、空き場の外から電波が出てたらこっちから会いに行きたいもんね。そういうことだ。だからこそここから出るための手段も同時に模索するべきだと考えたのだ。ゆゆちゃんってば冴えてる。エリナ様。だからそうやって真正面から褒められると照れるのだが。記憶を取り戻して秋葉の外と連絡を取って、秋葉の外に出る方法も探して。かー、忙しくなってきた。みんな一緒にファイトだよ、カズミ。さあ、ということで外部とコンタクトを取るための手段を電気屋で探そう。まあアンテナですよね、主に。あとはまあラジオに使えそうな部品だったり、その辺を集めたいんだが、まああんまり深く考えずに電気屋さんあたりでいいのかな。ちょっとそっちの方行きますか。よし。おいおい、どうしたんだよ、騒がし。うお、これあと2回あんのかな。もう何、みんなでコントみたいなリアクション。うお、それトランシーバーよね、つまり無線機よね。さすがにそれは見ただけでわかるわ。さ、持って帰りましょう。あら、でもトランシーバーってすごないですか。リサちゃんたら、そこは一緒にコントっぽい感じで撮るところでしょ。珍しくパッと見で用途がわかるものを見つけたんだからさ。そんな、私は。よし、イサナ、テイク2だ。お、これは何だろうな。もうそんなに見られてたらできるものもできないわよ。しかしどうしたものか。あれれ、なんで困り顔なの。大発見だと思ったんだけどな。京香さん、トランシーバーは1個だけでは。ああ、スマホと同じだよね。2つないと連絡取り合えないよね。そういうことだ。じゃあさ、じゃあさ、もう1個を探した方がいいかな。それも一つの手だが。うん、大丈夫だ、私に考えがある。わかった、お手伝いできることがあったら言ってね。それは後ほどって感じですかね。ということでトランシーバーです。ありがとうございます。ヤギアンテナ、アンテナも手に入れちゃいましたね。
あれ待って、レシピだっけ？今軽めにしか見てなかったけど、レシピだね。よし、じゃあホテル戻りましょうか。よーし、戻ってきました。お、なになに、ゆゆちゃん工作中？ラジオとトランシーバーの周波数を合わせているのだ。ここをこうすれば、よし、これでトランシーバーに声を送るとこちらのラジオで受信できるようになったはずだ。外部と連絡は取れないが、ひとまずトランシーバーを狩りに持っていくことを想定しているのだ。こちらへ戻る最中に狩りの線香を報告しておけば、食事の準備もスムーズにいくだろう。今のところ考えられる活用法はこれぐらいだな。なるほどね。よし、これでいいはずだ。エリナ様、ちょっと実験してみよう。ほいほい。じゃあ私がトランシーバーね。とりあえずシャワールームで喋ってこよっか。わかった、よろしく頼むぞ。今マイクのテスト中。本日は晴天なり。チェックチェックワンツー、チェックワンツー。よし、成功だ。うわ、これちゃんと聞こえてるのかな。ま、いいや、戻ろうっと。電源はこれかな。ん、エリナ様、どこをしたのだ。電源が切れていないぞ。ああ、ゆゆちゃんはほんとすごいな。声が。こういうこともできちゃうし、気は合うし、趣味も合うし、もう嫁に欲しいよね、嫁に。歌詞ゆゆこ。お、結構良くない？ゆゆちゃん、お疲れ。私の声、ちゃんと聞こえてた？あ、ん？どうしたん？って、顔真っ赤！大丈夫？うむ、問題ない！なんら問題ないぞ。声も、しっかり聞こえてきた。聞こえすぎてしまうほどに。そっかそっか、そりゃよかった。じゃあね。作ってよかった。さあ、ということでほっこりしたところで次行きますか。これはじゃあ作っちゃえばいいのかな。作れそうですね。では作りましょう。よし、 OK。気を落とすことはないさ。この塩ビパイプとアルミパイプがあればアンテナを自作できるはずだ。え？アンテナって自分で作れるものなのかしら。まあ何はともあれやってみよう。塩ビパイプを軸にこうしてアルミパイプを並べてゆき。あ、これ見たことある気がする。お家の屋根に立ってるやつじゃない？そう、いわゆるヤギアンテナというやつだ。早速試してみよう。アンテナとラジオを接続して、よし、京香さん、アンテナを掲げて背伸びをしてくれ。こう？この前よりもノイズが太くなった気がするわ。京香、ちょっと角度を変えてみて。わかった。よいしょ、おいしょ。空振りか。
諦めるのはまだ早いよ。もっとこうして、うん、ほい。あ、クジ、冷えてきたわね。京花、ゆう子、今日は戻ることにしない？そうだな。ありがとう、京花さん。イサナさんも付き合ってくれて感謝だ。今後は別の改造も検討してみなければ。さあ、ということで、多分キッチンかなですね。で、日数経過挟むと思うんで、若干ね、時間フルに余ってしまってるので、軽めに探索しましょうか。もうなんなら使い切るぐらいの勢いで。さあ、ということでですね、コインが1枚あるので、試しに1つ開けてみましょうか。どんな感じなのかっていうのを気になるので、来月宇宙に立つ前に、これまでに亡くなった友人や職場の仲間、中でもご家族全員が全滅という人たち、葬儀もない人たちの名前を書いておく。国で合同葬もやってくれたし、石碑も建ててくれたけど、あんなに大人数じゃ混雑で大変だと思うんだ。信じているものやどこ住みとかで分類されていて、それは仕方がないと思うんだけど、いや、私そのジャンルなんて言い出す連中が多い気がして。まあ、なんでここもここで狭いけど、私の友人というジャンルの合同、合同墓地とでも言えばいいのかな。なんかジャンルとか合同詞とか緊張に欠けるけどね。わっはっはって書いてある。わっはっは。まあ、そんな風に愉快だったのに、もうこの世にいない大切な友達の名前ですよ。沢田泉さん。パティシエになるのが夢だった。だけど好物はカレー。特にカツカレー。じゃんけんになると謎の強さを誇る女。それいる？藤島和美さん。武田武士の末裔だとか言ってる女。だけど広島出身。アーデルハイトさん。明らかに東北出身。もちろん源氏なんだ。最後まで本名わかんなかった。なんかそれはそれでな。とにかく私が辛い時に優しい、いいやつ。それはいいやつだ。柳田彩子さん。めっちゃ書きたいことを書いてるじゃん、この子。こんなもんか、こんなもんだろ。これ人名数、マリでいいのかな。マリとともみ。君らは普通に葬儀出してもらったからいいだろ。香典だってちゃんとしたぞ。この先どうなるのかわからんのにさ。ああ、いいやつはみんないなくなっちゃったよ。地球に未練なくなってよかったのかもな。ってなわけないじゃんよ。悔しい、悔しいよ。なるほどね、そういう感じでまとめられてるんですね。多分ちょっとしたやり込み要素的な、そんな感じだと思いますね。わあ、5分だけ余った、どうしよう。ここで使っちゃうか。なかなかレアじゃないか、5分だけ余るっていうのも。ということで、使い果たすことができたので、ホテルに戻ろうかなと思います。よし、ということでキッチンです。ここはこう、いや、こうか。ゆうゆう、ラジオの改造はどんな具合だ？残念ながらあまり芳しくはない。そもそもこの世の誰も電波にメッセージを載せていない可能性の方がはるかに高いのだ。だから、それ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 、うわ、何をするのだ。
ゆゆの顔曇りまくりだったからさ。それに肩にもすっげえ力入ってたし。そんなにひどい顔だったか。こんなんだったぞ。な、てなわけでちょっとは肩の力を抜きなさい。うわめっちゃ凝ってるじゃん。これゆゆどうだ、気持ちいいか？肩がとろけそうだ。へへ、うちの腕前もなかなかだろ。肩が軽くなっている。かずみさんすごいぞ。さっきまでと全然違う。うちのマッサージを受けてイサナの晩ご飯を食べればきっといい案が浮かんでくるってもんよ。ありがとう。イサナ、何か手伝うことないか？そうね、そこに水が入ったお鍋があるでしょ、温めてくれるかしら。了解。あ、音が。だがどうして急に。そうか、 IH ヒーターの電磁波に反応して。うむ、私たちが知らぬ間に発している電磁波がラジオの電波を妨害している可能性も考えなければな。いや、しかしそれをどうやって検証するか。これはまた同人誌の世話になる必要がありそうだな。治りしたかった。寝る前に仲直り。これめっちゃ気になりますよね。アナウンス。電力の復旧及び安定供給を確認しました。機能維持のため本カプセルをロックします。何も反応がない。カプセルさん、機能維持ってどういうこと？ロックされるとどうなるの？ああ、もうどうしたら。なんなのこれ。目覚ましにしちゃタチが悪いよ。で、結構ヤバげな感じ？エリナ、今、なんて言った？目覚ましにしちゃ、たちが悪い？そう、それ、目覚まし！そっか、超すごい目覚ましは。ダメよ。あ、
イサナ、でも。メッセージが変わってる。本当に危ないんだと思うの。だから。睡眠のためのものだったのか。秋葉のホテルだからこういうデザインなのかなって普通にスルーしてた私は一体。エリナ様、それは私もだ。日記の内容マジっぽいな。こんなんドッキリとかいたずらってレベルじゃないぞ。ウイルス冷凍睡眠治療のために。本カプセルは冷凍睡眠モードを開始しました。操作の取り消しには管理者 ID およびキーが必要です。これどうなんのかな。現段階で被験者が目覚めていないカプセルにはさらなる医療処置必要の可能性があるため、冷凍睡眠継続モードへ移行しました。でもさ、治療のために冷凍睡眠を続けるってことは、少なくともこのカプセルの子は無事なんじゃねえか。まあ無事といえば無事だけどもっていう感じですよね。かすみ、おそらくな。カプセルのアナウンスを聞く限りだと命の危険はないと思う。ゆゆこ、今夜はもう寝ましょう、教官。だな、今は休んだ方がいいって。うん、わかった。どうしてだろう、すごく悲しいはずなのに、私ったら。結局この時まで私たちは超すごい目覚ましを使わなかった。このカプセルに眠ってる子はまた長い眠りにつく。そう決まった時、カプセルにそう伝えられた時、私はなぜかちょっとだけ安心した。向き合わなくちゃいけないこと、怖いけど通らなきゃいけない道、そんなものから不意に解放されたような。あれ、カプセルのあの子って誰だっけ。ということで次の日になったのかなと思うんだが、6人目の子出てくんのかな、どうなんだろう。で、困った時の同人ショップですよね。行きますか。